はい、皆さんこんにちは。今回はですね、待望のホビーホビーオフでサルベージしてきたジャンクのティエゼロさん、これね、ティエゼロさん F をツーリングカーのレースに参加してみようということでねほぼほぼいじっておりますけどもね、今回はね、常連の皆さんに、ご協力いただいてね、各種違うマシンね、で走行味比べにならんか走行比較みたいな感じでね、やっていこうかと思います。まずね、今回の動画の主役 T03F ですね。これあのどんぐらいだったっけ、2000ぐらいだったっけ、2000ぐらいで買ってきたやつね、メカ付き2000円でね、安いなとボディがついておりました。そしてね、その横にねボディ外してもらって並んでるのは XV01 というねタミヤの、一応ラリーカーでは現行車種ですよね多分もう古いけどはい、これ見てもらうとね分かるんですけどね、ベルトの位置とかもねほぼほぼ一緒でね、似たような感じになってます。多分これの発展型がこれになってるんだと思います。モーターもここにねついておりますのでね、新旧フロントモーターのね 4WD マシン、どんな走行性能差があるのかというのをね、見ていただけたら。私のボディはこっちのカスタロールスープラ、そしてこちらはホンダ NSX の GT カーの黄色いボディですね、フロストイエローのボディですね。そしてオレンジのマシン、右側のオレンジのマシンが TA07 ですね、タミヤのいいマシンね、はい、こちらの青い車が TA05 ですね、 TA05B で、これもシャフトだと新しめのマシンなんでね、はい、結構ねこの左右が、はい、新しめのマシンです。これも見ていただけます。そして、ノーリミットのクラスですのでね、おのおのパワーソース違います。私の場合はねもう旧車でギアもちょっと怪しい感じかなと思いまして、パワーが非力なスポーツチューンモーターつけております。こちらの XV01 は23段ストックモーターですね、はい、そしてブラシレス15.5、 こちらのね07がブラシレス 15.5、 こちらはこちら大人げなく 10.5 スピードもねモーターもねかなりスピード差がありますので、そこら辺も面白いかなと思います、ゆっくりご覧ください。ではね、予選1回目走ってまいります。
はい、まず決勝です。あーし、うざいと思います。ボディが。あ、ボディがね、あの、岩本なき事情で、ボディが赤い、はい、あの、フロストレッドで塗ったね、NSX になった。下打ち黒でね、あの、私のイメージカラーね、こんな感じの色なので、トップがね、XV01、はい、あ、ちゃうわ、TA07 07ですね、先生ですね、はい、TA07 さすが、最新のマシン違うんですね、07と03なんでだいぶ差がありますけど2番手が私の車、赤い車買ってますけどね、飛びオフで2000円で買ったらしいですね。そして3番手が XV01 ですね。はいはい。まあまあ、で4番手が TB05 と B と。ということはベルトシャフト車ということでね。こんな感じになっております。はい。まあレースとかね、予選では時の運ありますんでね。そして一番後方のねマシンは。あのちょっとお仕事でねレース参加ちょっと遅れてきたのでねちょっと不利な部分もありましたけどもね、まあまあ決勝をね、実力発揮してねカーンと走ってくれると思います。はい。なんでうちの店長がクスクス笑ってるかというとね、プレッシャーかかってますね今言われた。10.5T で一番速いモーターついてるのは一番後ろにいますんでね、はい、あのスタートと直後よりもトップに踊り出るんじゃないかという感じでね走っていただけるんじゃないかと思いますね。はい、あのそこの角でね飛び出さないようにちょっと見といてあげて。はい、では早速ね決勝走ってまいります。ライバルオンザトーン。
対決しようね、あ楽しく走る。あの青い車をねスピードに任せて後ろついていきましょう。まあこんな感じでね楽しくね、DTM だったドイツの、DTM とかでもね昔のやつでもねツーリングカーで後ろポンってついてねあのどけみたいなやるんですけど、あの楽しい感じで思い出した感じ楽しかったですね。でもラジコンでは禁止ですよ。わざとやったんじゃないですよ、ミスしただけでね。あんなことやると後でえらい目に遭いますからね、青い車ね。まあこんな感じで楽しくねレースやってますんでね、お近くにお越しの際はねテムズだけでも見学だけでも全然大丈夫ですよね、うちのホームページ見ていただいてね、まあ時間合わせて、見に来ていただければ、そして、できれば参加していただければね、みんな楽しくラジコンできます。よろしくお願いします。それではこの動画面白いと思われましたらグッド登録、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね概要欄のシルバーアクス公式ツイッターの方に飛べるようにリンク貼っておきますのでね、シルバーアクス公式ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。それではさよなら。